こういう、かかってない状態ですので、要は、こういう感じで、こう、折って、ここを今、ザクザクザクと、もう本当にこれザクザクザクでいいですよ。ザクザクザクで塗ってください。で、こういった形で折って、使いますから、もしね、ここももう、要するに、替えの口しか絶対しないっていうとか、あとは、だったら手の方だけでも、こうやってもういっぺんに、塗っといた方が使いやすい帯かもしれません。はい。なので、あとは、上手にこの帯と付き合ってください。この帯はですね、ちょっとなかなか、初心者には締めにくい帯ですが、まあ、こんな感じですから、こんな、三岡社長曰く、ござのような柄ですから、ラですから、これを締めることで、かなり、浴衣がよそ行きになります。はい、必須アイテムですね。ということで、安直に私はこの帯と組み合わせようと思っています。なので、ちょっとね、帯留めに面白いものつけようと思ってるんですよ。なので、まあ、来た時にはいつかご披露したいと思っています。なんかもう来ていくところ。ということで、そっか、せっかくだったらかがりを。こうやって待ち針でちょんちょんちょんとしまして、で、これでこういう状態を内側から一辺入れといて、横でくくったら、ここで止まりますから、これで本当にもうザクザクザクでいいんですよ。こんな感じで。もう、本当に、止まってればいいくらいの状態ですか。で、これで、最後まで、端っこまで縫いまして、最後も、脇を一度、ここから縫うと。ここで縫っておけば、ストッパーがかかると思います。ということで。ということで、博多帯の、ラの帯ですね。裏から一緒にこう、同じ方向に折ってかかってください。はい。で、これは普通の、博多県上帯の半幅帯と半長帯と比べると、まあ、締めにくい帯ですので、上級者の、まあ、帯ではありますけど、仕上がりが綺麗だと、夏の帯としてはとても涼しげないい帯ですので、で、大体何にでも合うというのがまた、いい帯ですので、ぜひ、上手に着てみてください。ということで、私の、いつか着た時のは、また、ご披露したいと思います。はい。ということで、博多帯の、ラの帯のお話でした。